くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。僕大好き、くるぶしです。え？オッケーマジちょっとピー入れないと俺はちゃうよ、俺はちゃうよ、俺はちゃうよ、俺はちゃうよ。今日はですね、常日頃お世話になっている100円ショップ、うん、めちゃめちゃ世話なってるね。好きよね。大好きね。ダイソーさんで出たよ。数ある100円ショップの中でも唯一無二の存在。そうね、ダイソー。パンダグッズがやべえ、まあ、パンダグッズはもう自分では買わないと心に決めていた俺をダイソーは狂わせる。ダイソーに侵されてる。それなんだっけ、黒夢。後遺症や。そうそうそう。はい、今日はその、ダイソーで、1000円分お、2人でちょっと買い物をして、今消費で10パラから9点とか最大回転、うん、990円かな、ね、いいね。まあでも300円とか500円の商品もあるからね。なるほどね。1000円持ってたら、あの2人がどういうものを選ぶのか。ダイソーで1000円って豪遊やな。普段そんな使わない、ダイソーで。そうだね、行ってもまあ2点3点必要なもの買うぐらいかな、うんうん、楽しみになってきた逆に。ということで、これからちょっとね、店内に行って、買い物したいと思います。それでは2人でレッツゴー。ちょっと別々に選んでいきましょう。ちょっとガチで選ぼうかな。勝ったねさ、お互いさ、うん、もう勝って車戻ってると思ったらまだお互い選んでる。そう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 。結構な時間選んでたじゃない。まあまあガチめに選んでて真剣な顔して選んでた。1000円分、はい、買ってきました。イエー。はい、僕はですね、うん、点数で言うと5点。おー、少ねえ、マジか。はい、言うと俺8点です。おー、1点だけ200円。ただ1個だけ言いたい、うんうん、俺今日もし、1100円使えるのならば、うん、1個買いたいのがありましたね。あ、そうなんだ。1000円の猫のクッションが売ってましたね。それ1個で1000円の1個で1000円。もはやダイソーじゃねえって。ちょっとじゃあ、紹介していきましょうか。はい、じゃあ俺が多いから俺から行こうかな。じゃあお願いします。1点目。はい、まず1点目、コロコロクリーナ いいね。要所要所に欲しい。そうね、わ、うん、かるわかる、うん、まあこれが100円で買えちゃうっていうのがね、全然あり、素晴らしいよね。ありあり、うん、消耗ホームはちょっとモノトーン系で統一していこうと思ってるので、うんうんうん、1個あるのは黒なので、ちょっと今回はグレーで。なるほど、コロコロしちゃうよ。ガチめなやつ来ましたね。じゃあ俺1点目はですね、はい、一番最初に選んだものです。お、じゃーん、ペット用のお化け。はい、理由は特にありません。可愛かった。ハロウィン用のペットの噛むやつかな。可愛い、可愛い。はい、次チョコちゃん。おっしゃ、俺100円、はい、ちょっと2点いこうかな。じゃあ次俺。お、ミニスマイルチリトリセット。ミニスマ、あ、かわいい。あ、ちょっとしたね。そう、玄関にね、ずっとなんかこういうちっちゃいチリトリとほうき欲しいなと思ってたんで。なんかね、葉っぱとか入ったりしますからね。そうそう、あとね、なんか知らん間にね、玄関って砂が溜まってたりするんよね。わかるわかる。それをもうささっとね、あーいいね、行かせていただくために、この笑顔で。はい、うん、こちらもちょっとグレーを、あー、ブルーとピンクとグレーがありましたから、まあ、グレー行かせていただきました。いいね。ひー、絶え間なくですね。絶え間なくですね。兄貴。そういうドラマがあったんです。なるほど。じゃあちょっと引き続きもう一点、はい、お願いします。いこうと思います。あ、卵型のケイソウドウの卵。あ、卵、うん、これどこに置くやつですか。冷蔵庫の卵置きに置いとくと湿気が
なるほど、汗かくもんね、たまごちゃん。そう、まあ、卵ないんですけど、ちょっとまあそうね、まあいろいろ入ってるから冷蔵庫には、うんうんうん、1個こういうの置いとくといいかなと思って。あー、なるほど、うん、これ見た時に、うん、おーすげーと思って、これ一番最初に入れましたね、俺。おー、うん、それ湿気もいけんだね。そうっぽいね。おー、これはいい。これは明日なくなりますよ、これくるぶしも、同じようなちょっと掃除アイテム、こちらです。マイクロファイバーダスト。うーちょっとね、あのパソコンとか、あ、そうね、パソコンはホコリがね、うん、どうしてもついちゃうから静電気で。そうなのよ、あのワンちゃんの毛とかね、うん、これでちょっと行こうかなと思ってます。いい、ね、理由は特にない白白やね、白白だね。あ、俺グレー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 やから、兄貴それちょっと分かる、すずちゃん。しょもらて次行きたいと思います、はい、唯一のしょもらての200円商品、はい、ベベーン。あ、かわいい、ヒョウ柄ガマグチ。かわいい、この ZV-1 を入れるケースを探していて、なるほど、これに入れちゃおうと思ってます。それはいい。俺がヒョウ柄の好きなのの知ってるでしょ。知ってる大層戻りませんちょっとはい、次はですね、はい、じゃーん、刻みネギ塩。食べたことないけど美味しそうまさかの食品買ってたネギ塩ワンアクセントに、どうかなと思って買ってみました。理由は特にない美味しそう俺も唯一の白いアイテムを買わせていただきました。はい、こちら、ででーん、カスしゃもじ。おー、そう、あの今使ってるしゃもじがね、ちょっとご飯くっつくようになってきたんで、新しいしゃもじ買わせていただきました。縁が薄いからご飯がすくいやすい。めっちゃ薄いんよね、これ。なんか、あ、すくいやすそう。あ、本当だ。そう、めちゃくちゃ薄いん。これわかるかな。もう薄いどころじゃないもん。そう、じゃあもう入りやすくて、そうそう、すくいやすいんやろ ね、うん、やっぱ男は立てなんぼやねじゃあ俺もう一点いこうかな。はい、こちらフェイクグリーン。これ迷った俺ちょっとナメクセっぽくてよかいいなと。これ可愛いんです。ああ、いいね。可愛い。スイートホーム。こういうタイプのチューリップの絡み。じゃあ、俺は次は、こちらですね。朝倉画廊さんの、で描いてもらった絵を入れるための額けど、サイズ違う。全然入らない全然ダメじゃない。なんか別のもんをね、入れて飾りたいと思います。最後、あと2点俺。あ、マジ、うん、ランチョンマット。ランちゃんって聞こえてるいつもね、テーブルにご飯直置きしてたんで、はいはいはい、これからはこのランチョンマットを敷いて、うん、この上にご飯を置いて食べたいと思います。これあるだけでだいぶ変わりますからね。そうなんよね。そう、かわいい、いっぱいあったけどこれが一番かわいかった。あー、チョモっぽいわ。ふぃこれいいね、100円だったら。これ100円ってすごい、なかなか、ね、買いづらいじゃない。ランチョンマット、ね、ランチョンマットなんて買わない買わない。でも100円だったらいいかなって思うよね、うん、いいよね、うん。じゃあ最後、これ欲しい、一番高いもの500円です。すげえ、 VR ゴーグルー500円よこれこれでちょっと AV を見たいなと思いまして。どうなってるの？わからん。あの、スマホを入れるってこと？そう、スマホ。多分 iPhone とか、iOS とか、はあ、うん、入れる、ぶち込んで。俺 VR つけたことないんで、とりあえず入門というか。やば、500円で買えるんや。500円、安いよ。使用感はわからないけど、買ってみました。最後です、これが。はい、それでオチが良かった。期待すんなよガチの買い物だから。ちょっと待って、最後は、バイバイ。ご飯運ぶ男の。あの、最近ご飯ね、うん、あの、ちゃんとお皿にいろいろ取り分けて、やってるんで、うんうん、こう、いっぺんに運べるように、お盆買いました。いや、いいことですよ。素敵ですよ。ねえ、みんなね。うん、これでランチョンマットに運ぶっていう。まあ、これごとでもいいもんね。あ、うん、いや、いいんじゃないですか。黒の木目でした。
買い物してみてこうさ縛りあると楽しいですね。なんかちょっとこれは買えるけどこれは買えないみたいな。そうね、うん、たまにいいかもしれないです。ダイソー久々にちょっと買い物して楽しかったな。1000円ちょうどいいね。1000円はいい。そもそも8点8点、俺は5点かな。VR が高え。VR がそうね、まあ、ちょっとねまだその VR でねエロ動画見てもらって感想を使っていただきましょう。世の男子諸君、500円でエロ VR 体験ができるかもしれないよ。そうや、はい、クレチョモが1000円で、ダイソーで買い物をしてみた、お送りしました。ありがとう。この後楽しみたいと思います。デキストリー、デキストリー、気づけば君のこと好きになってた。デキストリー、デキストリー、デキストリー。ここラクーンの駐車場。